はい、どうも星野剛志です。先週のねこの 10K G430MAX10K の発表があってから、シダ動画上げさせていただいてます。今までもですねもうなるべく毎日上げられるようにやってるんですけども、前回ですね 6S です。 6S、TP の 6S と XC の 6S でシダさせていただいた動画を上げました。今日の動画はですね CQ の 6S とそして、ツアー AD PT6S ですね。まあ、CQ といえば中島啓太選手、 TP といえばですね堀川未来選手とか岩田寛選手とかね、まあ、石川遼プロとか、まあ、有名選手が使うこの人気シャフトですね。まあ、ツアー AD さんの中でもいわゆる PT というのは真ん中のシャフトと言われてますけれども、そちらの方で試打していきたいと思います。でロフトがですね、まあ、前回は9度のフラットで打ったんですけれども、今回は 9.5 度のフラットでいきたいと思います。で僕は以前からですね、まあ、話しているようにどっちかというと球が高いタイプのプレイヤーなので、まあ、おそらく 9.5 で僕が今 VF を使っている関係もあって、両方ともですねどっちかというと先端がもうちょっと動きますから、おそらく球は全体的に高めになると思います。なのでキャリーはまあまあ伸びると思うんですけれども、まあ、トータルディスタンスはねそんなには伸びないかもしれないです。これはですねゴルフ場っていうのはいろんなコンディションがありますから、まあ、キャリーが出た方がいいっていうのは結構あるんですよね。特に日本の場合雨季といいますか梅雨なんかもありますから、まあ、あとは自分のホームコースがアップダウンがあったりするとキャリーが出た方がいいので、そのあたりも含めてトラックマンデータぜひ、参考にしていただけるといいと思います。それではレッツゴー。はい、それではですね早速 PT6S で打っていきたいと思います。 PT といえばですね、まあ、堀川未来選手とかですね岩田寛選手ですね、また石川遼プロのエースシャフトとして有名ですよね。まあ、グラファイトデザインの真ん中と言われるシャフトなんでね、まあ、今回のシダ動画では抑えなければいけない一本だと思ってます。まあ、前回ですね CQ とか TP とか TPXC の6の S で打ったので、同じようにですねクラブスピード42から45ぐらいで打っていきたいと思います。はい、1球目見ていきます。まあ、今回ですねロフトの方 9.5 度で来角フラットでやってますね。まあ、1球目 43.5 で、キャリー237トータル259、相変わらず曲がらないですね。まあ、レッスン中とかです問い合わせなんかでもそうなんですけれども、どんなシャフトが僕に合ってますかとか、やっぱりフィッティングしててもレッスン中でもシャフトの違いがわからないってよくこう皆さんに聞かれるんですけれども、わからない時はですねグラファイトデザインさんとかだったら TP とかがおすすめなんですよね。実際うちの長男と次男はですね今はまあ各自、長男は XC で次男は UB を使ってるんですけれども、長男は今でも3番ウッドは PT 使ってたとかしますね。まあ、中学生ぐらいから、グラファイトデザインさんに、まあ、長男と次男何入れた方がいいですかっていうふうに問い合わせたと、まあ、担当の人にね聞いた時に、いや星野さん2人とも息子さん PT で行きましょうっていうふうに言われたぐらい、まあ、グラファイトデザインの中でも真ん中のシャフトです。はい、2球目見ていただきます。まあ、今のですね、まあ、44クラブスピードボールスピード 65.4 スマッシュファクター 1.49 ですね、キャリー 245.2 トータル 266.1 いい感じですね。鋭いねご視聴者の皆さんはですね気づいてる方いるかもしれないですけれども、今日はですねロフトを 9.5 度にしているので、前回9度で、6の S で打ってたものに比べるとやっぱり球がちょっと高いですよね。
なので、まあ、僕はね、あのスイングは変わってないですから、そのロフトがそのままこう今出てますけれども、スイングタイプっていうのがありますから、ぜひ試打してですね、まあ、ロフト調整とか、あとまあクラブが届いてからも皆さんロフトとかね、まあ、データ見ながらリアルに、練習場のボールじゃないでね、まあ、今も僕プロ V1 とかプロ V1X で打ってますけれども、そのボールで、ちゃんとね、データ見て、試打してください。はい、最後の球見ていただきます。まあ、ちょっとね、昨日のスクワットの成果が出すぎて、あの筋肉痛なんで、まあ、こんなもんですね。クラブスピード 42.8、キャリーは 232.9、 トータル 255。 やっぱ球がね 0.5 度ロフト増えてる分 32.1、 ちょっと高いかもしれないですね。まあ、打点もちょっと芯外れすぎですね。でもやっぱまあ上がらない。はい、それではツアー AD CQ の6の S でいきます。まあ、CQ といえばやっぱりね、去年賞金王の中島啓太プロが使ってますよね。まあ、中島啓太プロのように僕は打てないですけれども、頑張ります。お、中島啓太プロのように打てました。まあ、こちら見ていただきましょう。クラブスピード 44.2、 キャリー 242.9、 トータル 261.7、 球の高さ36ヤード 2890、 スピン曲がらない。まあ、いつもですね、申し上げているみたいに、僕はどっちかというと球が高いタイプなので、実際マックスのこの打ち出しが高くなるタイプのヘッドだったら、僕が使う予定なのは 10K はです、8度で作ろうと思ってるんですね。まあ、今実際ピンさんで作ってもらってるんですけれども、8度で使おうと思っています。なので、まあ、これ実際今はまあもちろんスピードは落として打ってますけれども、 CQ とかですね、今日打ってる PT とかっていうのは、まあ僕が使ってるシャフトよりは先が動くんで、まあ、球もこう上がりやすいですから。僕今ツアー AD の VF 使ってるので、なので、まあ、やっぱりちょっと基本的には球が今こう高く出てると思います。例えばちょっと低めに打ってみますね。まあ、一応プロゴルファーなんでそれぐらいはできるんで、ちょっとやりすぎちゃったんですけど、見てください。プロゴルファーなんでできるんでなんて言っちゃってね、まあ、18ヤードしか上がんなかったんで、ちょっと低すぎましたね。でもこうやってね、球の高さをこう操作したりとかも、完成モーメント高いヘッドでもできますから、まあおすすめですよね、やっぱりね。よくね、あの完成モーメント高いヘッドを使うと操作性が悪いんじゃないかなんていうことをね、皆さんおっしゃるんですけども、まあ多少こうやって球の高低って打ち分けられるんですよね。なので、まあ、僕は球が高いタイプですから、例えば球が低いのがこうやって打てるかっていうのは、まあ、一つのバロメーターになるんですよね。で、低い球を打とうとするときに引っかかっちゃうヘッドっていうのはやっぱちょっと怖いんですよね。まあ、もちろんそれはシャフトチョイスでもそうなります。はい、ということでね、今日の最後データ見ていただきます。まあ、キャリー 244.1 ヤード、トータル 266.6 ヤード、まあ、まあ左右差曲がりはないですよね。まあ、29ヤード上がって2980回転ということですね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、少し予想通りというかですね、やっぱりあの前回のまあロフト9度で打ったものに比べると、どちらのシャフトも球が高かったのが分かると思います。まあ、ちょっとね、最後遊びでというかですね、球を低く打ってみたりとか、僕がはしましたけれども、まあ、やっぱりまあ当たり前なんですけれども、ゴルフ場でですね、ずっと同じスイングってわけにはいかないですから、アゲンストがビュービュー吹いてたりとか打ち下ろしてたりとかすれば、低く球を抑えたいですよね。で、まあ、よくですね、あの実際はあの今日もレッスン中にこうその話になったんですけれども、まあ、星野プロは普段 LS テック使ってますよねっていう話になって、今回 10K を星野さんも使う
試してみるっていう話をされてるけれども、実際完成モーメント高くなると操作性って悪くなるんじゃないですかっていう質問を受けました。で、まあ、今日あの実際、まあ、インドアですからね、あの景色とか風を感じているわけではないんで、じゃあちょっと球低く打ってみようっていうぐらいだったらポンとできる感じですよね。でこれはまああのやっぱり完成モーメント高いですけれども、まあ、その分ですね、ヘッドの重量とかも多少前より軽くなってたりとか、LSテックより軽かったりする部分もありますし、まあ、多少僕がヘッドスピード今落として打ってるっていう部分もあるかもしれないですけれども、決してですねそういう、まあ、こうロフトの管理とかがしにくいヘッドではないので、まあ、皆さんもですねぜひあのそういうのも含めて、ただあのドライバーで僕はそんなスイングをね、あの僕はちょっとオールドゴルファーというか古いゴルファーなので、そういうことをやりたがるタイプですけれども、まあ、最近はですね、まあ、そのまま打つっていうのが主流ですから、あの皆さんあの実際に自分の球筋とですね、まあ、そのタイプっていうのを見極めながらシャフト、ロフトを選択していただけるといいと思います。まあ、いつもの動画で申し上げているように、とにかく絶対シダしてください。で、まあ、いろんなシャフトでこうやってシダして、いろんなロフトでね、この YouTube 動画を上げているのは、まあ、あくまでも皆さんの参考になればということでやってますので、まあ、あくまでも参考程度にしていただけるといいかなというふうに思います。そしてね、まあ、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録していただいて、いいねボタン押していただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いします。それでは次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。